お花紙で作ったラナンキュラスでお祝いのメッセージを立体的に飾りましょう。色紙などメッセージを書く紙を用意します。お花を貼るところを開けてメッセージを書きます。まず大きなラナンキュラスの花を置きます。位置が決まったら液体のりか木工用ボンドで文字が隠れないように貼ります。空いているところにバランスよくつぼみを置きます。つぼみを貼って完成にしても構いません。今回は花と花の間やつぼみの下に葉っぱを貼ります。最後につぼみを貼って全体のバランスを確かめたら出来上がりです。吊るせるようにする場合はリボンをしっかりした紙にホッチキスで留め、ボンドで色紙の裏から貼り付けます。貼り付ける前に中心に印を入れておき、ずれないようにしてください。これでリボンがしっかりと貼り付きました。卒業式といえば桜のイメージですが、3月はラナンキュラスが綺麗な季節でもあります。ちょっと趣向を変えたこんなメッセージも喜んでもらえるのではないでしょうか。